はい、こんにちは。日本改革党くつざりあるでございます。奈良県遊説中の安倍元総理が3メーター後ろから手製の銃で撃たれ死去。逮捕された犯人は山上徹也41歳ということなんですけれども、本当にショックであります。真冬の埼玉県、衆院選の時だっけかな、真夏の吉祥寺であるとか、秋口の中野であるとか、まあ、あの安倍総理の凱旋見に行ったんですよ。ほぼ国政選挙の時だったんですけどもね、国政選挙で恒例だった秋葉ファイナルは3回行った安倍ファンの私としては呆然としております。がっくし、もうね、あの神も仏もないものかと。いや、もう本当にがっかりですね。慎んでご冥福をお祈りいたします。信樹様、無意自然様、田中様、和子様、春ちゃん様、大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。今日はまた新宿西口で長時間選挙活動してまいりました。一箇所でずっとユニクロ前、穴場で人ワンサカ通るのに、凱旋は他のとこしないっていう穴場でして、声かけてくださった皆様ありがとうございます。安倍総理の訃報を活動中に知ったんでにっこりできなくなっています。なんだかがっかり。明日選挙最終日の7月9日は17時より池袋東口で演説会をいたします。こんなご時世ですが、よかったら見物にいらしてください。今日と間違えて池袋行っちゃったっていう女性から連絡がありまして、明日ですよっていうようなことで、そしたら新宿まで会いに来てくれたんですけれども、明日5時から池袋東口で凱旋やります。こんなご時世ですが、よかったらいらしてください。もう本当にね、がっかりしちゃって、がっくしですね。デトックスジャパン。